における転職褒め合いの結果、夢があるから強くなれるということで、よろしくお願いします。はい、お願いします。本当です。かわいいです。はい、まず最初にですね、このスタートタイトルをつけたのですね、やっぱりこの転職と翻訳の最後できるっていうのは、まさにそこから夢が発生するからだと思います。そしてこのキャンプを通じて一番思ったのは、いろんな講師の先生とか皆様方、ピッチングアシスタントの方々はみんなすごい強いなあ、それはやっぱり夢があるからだなと思いました。あ、これを踏まえて発表したいと思います。はい、まずずっと見て、もらっていることなんですが、DNA を通用します。DNA が味方となってメッセンジャーライングできて、翻訳して単独するということです。これがセントラルドグマですね。これを転写ですけども、ちょっと図式にしてみました。まず1番で、プラスミ DNA があるので、これが言い方となって、作業場である RNA ニクレメタズがあって、材料となる、リボヌクレオチドがあり、メッセンジャー RNA が合成されます。実験です。チューブ ABC がありまして、A はですね、阻害剤が入ってまして、分解酵素はありません。A 型となるプラスミドはあります。B は分解酵素を使って、B 型となるプラスミドには入っています。C は分解酵素はありませんが、プラスミド DNA はありません。A 型となる元のものは入ってないということです。でその元に予想を立ててみますと、A は分解は起こりません。分解酵素がないので、異型はあります。だから、できて、分解もされないということで、完全なメッセンジャー RNA が生成されるのではないかということです。B は、異型はあるんですが、メッセンジャー RNA の分解酵素が入っていますので、メッセンジャー RNA は分解されます。したがって、完全なメッセンジャー RNA は生成されないのではないかということです。C は、異型がありませんので、メッセンジャー RNA はできないと考えられます。じゃあその結予想を踏まえまして、これが、ちょっと見にくいんですが、実験の結果です。各溶液を、これに回れまして、37度です。3時間5時間放置した後の、チューブの様子ですが、ごめんなさい、ちょっとここら辺が反射しちゃって見えないんですけども、これがチューブ A です。かなり、もう肉眼で剥落しているのが分かるということで、明らかに剥く前の状態と違いますので、おそらくこれが、合成された完全な RNA が、メッセンジャー RNA だろうと。ただ、チューブ B も、こちらとは、かなりの肉眼での差が分かるんですけども、多少剥落をしている。なので、これって何なんだろうかということで、まずは一個疑問が生じました。で、ごめんなさい、チューブ C は全く変化がなかったんですから、写真にちょっと収めるの忘れちゃってまして、これはもう完全な無色透明の、前元の反応前の3時間、2時間前の様子、変わりなかったということです。じゃあこれを結果として表にまとめました。こちらです。この予想については先前のスライドそのまま引っ張ってきているので、対象で見てもらいたいと思います。で、程度については20丸丸×ということで、非常によく剥落していた、それほどではないか剥落、としているということで、あと、肉眼の確認だけではなくて、リボグリーンによっても確認をしております。で、このオレンジの板を通して確認しても、この2つかなりの差がありました。ちょっと写真もここで用意しなければいけないんですけども、暗くて全然撮れなかったものですから、皆さん見たと思いますので、それで確認してもらいたいと思います。パソコンあったらいいんですけど、コンパクトの時間では撮影相談に対応してなかったので、次から気をつけなければなと思います。じゃあ、こういう結果から、じゃあどういうことが分かるのかということで、まず、A は、
ポジティブな結果を予想しております。まずここから分かることというのは、完全なまず RNA が、生成しているということがまず、確認できるだろう。で、これは、反応領域としてもまず、設計図2型になる。まず設計図が入って、2型が入っていると。そこはあとは先ほどね、作業場というふうに、高校生に話すときにはどうするかね、考えないでしょうか。いわゆる作業場、合成の場所です。あとは、作業している、人たちが多いと。あとはですね、材料、部品になるものが入っていて、それが、全て合わさると、完全なものができて、分解酵素も入れておりません。で逆に製品酵素、阻害剤を入れてありますので、そのメッセンジャー RNA の分解が、そうで制御されて、阻害されていたため、たくさん、できたというのが、ここから分かりました。で、対象として PC、ネガティブな対象ですけども、じゃあ、B は、分解酵素、あえて分解酵素を入れてきましたので、そこで、ところどころ、ここは、どこが分解して切れているのかというのは確認ができていないんですけれども、ところどころ、切れていて、そのため、ある程度長さのものが、混在していたのであろうというところまでは予想ができますが、その RNA、合成された RNA のが何塩基あるかという、ここまでは、残念ながら今回の実験では検証しきれておりません。で、考えられるというぐらいの表現でさせてあります。で、最後 C につきましては、まずそもそも設計図が入っていないということで、設計図が入ってなかったら、当然メッセンジャーRNAの方は検出されないと、合成されないだろうということが、まず、ここが、確認できたということになります。じゃあ、電車反応についてはで、じゃあ次に、これらこの、A と C を使いまして、今度は翻訳の方に、入りました。翻訳につきまして、簡単に、おさらいしますと、これの次にまとめるとこうなっております。メッセンジャー RNA、あとはリボソームと、あとは、こういう簡単な感じですけど、トランスファー RNA で、それぞれにアミノ酸がついた、アミノ酸トランスファー RNA が、ここがアミノ酸の合成の場であるリボソーム、ここで、作用しまして、順番にこうアミノ酸が連なっていくと、非常に簡単ですけど、翻訳と言われる反応です。で、これを、試験管の中で行うと。で、翻訳反応の、簡単な、ものですけれども、このように、反応液というのが A と C、それぞれに小麦に入る中性液、ここに小麦由来のリボソーム、あとはトランスファー RNA 等が含まれております。こちらをそれぞれに混ぜまして、反応液というふうにしてあります。で、アミノ酸溶液を、こちらは実際の混ぜた後の液なんですけども、アミノ酸溶液をまずはチューブの中に入れる、新しいチューブの中に。してその下に反応液を流し込むということで、かなり比重が違いますので、ここは簡単に、2層に分かれると。でその後、室温で、静止をしまして、その後 UV、を照射して結果を確認すると。それで結果確認したらができれば、タンパク質が合成されて、伝えなかったら合成されていなかったと、こういうことになります。あと1分で、結果、このように、設計図、等が入っておりましたので、予想はこのようになりまして、当然の結果、結果としては、すべての材料、合成の場、部品、これが入っておりましたので、A では合成でした。C では、それらが入っておりませんので、一つでも書けたら、結果は確認できないということになります。で、その結果の写真です。残り30秒です。で、A と結果確認をすると、A では蛍光タンパク質が生成されていて、C では何もないということで、メッセンジャー RNA とタンパク質合成系、材料としては、
トランスファー DNA、トリボソーム、それから大量のアミノ酸が揃ってさえいれば、試験管の中の細胞でのタンパク質を作成することが可能だということが、複雑な実験室の材料とかを使わなくても確認することができたということです。で、今後の課題としては、これをどう生徒へ戻していくかということで、この手軽な実験にはなってますけれども、実験導入のタイミングをどうするか、生物基礎のその最初で教えるのか、後でこう知識を教えてから入れるのか、それともその生物っていうのも絡んで、ある程度深く勉強してからもう一度やるのかとか、いろんな考え方がありました。で、あとそれから、生物基礎を教えた後、理系へ行くこと、文系へ行くこともいるんですが、他の教科とか他の分野へこの知識をどう生徒たちが自分たちで考えてつなげていくかっていうところも考えながら授業をしていきたいなと思います。以上です。ちょっと時間が来てしまったんですけど、一人ぐらい聞きたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。どうですか。質疑応答が1分あります。ありますか。はい。じゃあ質疑応答一人じゃなくても、じゃあちょっとどうですか。じゃあちょっとコメントだけしておきます。さっきあのセルフリー社の人に聞いたら、B で光るのはおそらくやっぱり DNA だろうということですね。実際に分析をすると RNA はやっぱり断片も見えないような、そんなことを言ってました。ちょっとだから濁ってるっていうのも僕もよくわからないんですけどね、まあ難しいかもしれません、だからちょっと時短かなっていうのもどうなのか、ね、反応してるかもしれないということと、ただ DNA だけでも少し出るんですよ。DNA だけでも少しピログリン、あれはリボグリンは光る、ね、ただ白濁しないなんですけどね、まあ、ちょっとまたこれから検討したいと思います。じゃあどうもありがとうございました。じゃあ次の方用意してください。それでこういうふうにしましょう。